姫が買えないっていうのならパパだけで買うもん。私も手伝うよ。どうしようかな。え、4代目。風邪ひくからパパとベッドで寝よう。 この子の名前は？まだ決まっていない。こいつの先祖だ。絵の犬から数えて4代目になる。系譜か。漫画家にもありますよね。<笑>また素人が何か言ってるぞ。そうですね。なんだこれは。おや、後藤先生。あ、例の犬ですね。 どうかしましたか？あ、アシスタントさんでしたか。何だと思ったんですか？飼い主が犬に似るんです。好きすぎて。ワンワン。うん。いくらいい師匠についたってデビューなんて本人次第だろうが。犬のだよ。<笑>名前決めたのか？ 登録しないといけないから呼ぶとき不便だろ。うん。慣れてやれ。あ、うん。行け。あ、はい。出してきた。決めたのか、名前。最初から名前ついてた。六。五島六。誰がつけたかなんて関係ないよ。おかえりなさい。 はい。今度はうちの犬見においでよ。行く。人生の救世主か。行ってきます。行ってらっしゃい。そっか。パパもどちらかというとそっちの方がいい。きちんと断ってくる。あ、ちょっと。あ。あ。なら、なんで断る必要がある？ 誕生会楽しかったか？うん、すごく。うちも負けてられないな。来年は友達いっぱい呼んで盛大にやろう。<笑>すぐ大人になっちゃうよ。<笑> 2名。はい、3人です。あ、犬と泊まれる和室って珍しいね。うーん。6、ダメ吠えちゃん。こういうとこではジェントルマンで。 隣の部屋にも犬がいるのかもな。カニ、美味しいね。あ、そう。そう。そう。うー。し、姫が起きちゃう。はい。あ、そっちはダメ。ローク。こいつが文豪の正体か。たとえ無職になろうが、姫には何の心配も不安も感じさせるものか。ただいま。 逃げるんだ、姫。でも、お父さん。ロク、行け。うん。それなら早速練習するか。もちろんだよ。全面的に反対する理由がないよ。パパと二人きりの。 3人きりの誕生日会。パンドラの箱。 ただいま。 一人きりにさせてごめんね。<笑>